はい、2ゲーム目投げていきます。ちょっとグダグダになっちゃった。1ゲーム目グダグダすぎたから2ゲーム目はもうちょっとちゃんと投げます。雰囲気で投げてるじゃなくて、ちょっと最初に投げてた立ち位置に、立ちの2番スパットに向かって投げる。 17.5 枚のイメージ。あー、中に行った。最悪だ、中行った。ふう、でもこれは取れるやつですよ。これは取れるやつ。まだノーミスが出るかも。はーい、バカだな。あー、やらかした。得意技が、得意技をやらかした。これはきつい。絶対に取れるやつを取れないとかやばいですね。ここ取り損ねるのきついな。7本スタート、やだー。巻き戻したい時間を。はい、そんなことはできないので。あ、あ、うわー、なんだよこれ、また天秤だよ。なんでだよ、もうまたよだれ出てくる。天秤ばっか残るもん。天秤ばっか残るんですけど、ふっ、仕留めたる。うわー、ダメだ、やばいっすね。79ってきちゃったよ。ちょっと気分転換にボール変えます。サミットでいきますね。あ、そういえばライオンの新しい球が来たんですよ。さあ、サミットどんだけ曲がるかな。あー、やばい、左に投げた。全然ダメじゃん。超投げ、ミス。いかん、これはいかん。うわ、これは絶対取りたい。いや、ここ取っとかないとやばいよね。ヘッドピンに当たってないってことだもんね。これは取らないとまずいよね。やばい、やばすぎる。ゆっくり、そう、ちょっと時間に追われてる感じで慌ててるみたいなので、ゆっくり投げます。はい、よし、ストライク。ナイス助言、ナイス助言。慌ててたらしい。ナイス助言だ。今の良かったな。今のストライク良かったですね。でもどこに立ったか忘れちゃったんだけど、ここかな。あー、ちょっと危ないか。うわー、危ない。今のはいか、芯食いすぎた。ストライクの後だからスペア取っときたいですね。ふう、あー、やばい、奇跡起きない。やらかした、めっちゃ投げミス、ミスった。超斜めに振ってた。いかん、慌ててるらしい。慌てたらいかんね。落ち着こう。
っと慌ててたんだ。ストライク。いい。落ち着いてね、投げるとね、あのピンの全貌が見えます。ラインが見える。そうだ、私は自動車学校の先生にも言われたの。機嫌が悪い時には車を運転しちゃダメとか、急いで撮る時に車を乗っちゃダメって言われたの。そういう性格、性格がまんま動きに出るタイプなので落ち着きます。ふぅ、うわあ、ちょい違う。でも落ち着いて投げれたと思う。ちゃんとピンを見て投げれたと思う。よし。ふう。あ、やばい、曲がらん、全然。あ、ダメだ。このラインじゃない。スペアが全然ダメだ。やばい、今79。100いかんかも。100いかんかもしれん。そんなことある？ 100-79 は10、うん、違う、21。あと21本倒さないと100いかん。ピンチ、ピンチ。ストライク1回出せば。やばいかも。危ねえ。うわ、外出しすぎたな。今明らかにガタ落ちるかと思ったもん。やばいな、これはやばい。今7本だから21本、あと13本たどさないと100いかない。ピンが合ってないかもしれん。ピンじゃない、球が。あー、やだやだ、バカチンガー、バカチンガーだな。曲がらない、やばすぎる。ちょっと球戻すわ。やばい、今87。100引く87は13。あと13本倒さないと100いかない。ちょっと立ち位置一番最初に戻します。あ、やばい、左行った。うわぁ、左行っちゃった。あー、変な汗。87足す8、今95。とりあえずこれを仕留めないといかん。え、どうしよう、どうしよう。今日なんか全然斜めのラインが見えないんだけど、左側。よし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 、なんとかスペア100超える。これで、はあ、フラフラするわ、寿命が縮まるわ、自分の下手さに。しかも超汗だくっていうね。外今日18度だったんですよ。だから皆さん冬の装いで帰っていくんだけど、涼しげでいいわね。ちょっと立ち位置少し変えた。あ、止まった止まった止まった。違う、間違えた。10フレーム目です。撮るの忘れた。はい、次10フレーム目です。さあ、綺麗にパンパンパンと終わりたいですね。お、あー、ガタ行くかと思った。あー、あー、落ちたかと思った、最後の最後で。はあ、いかん、寿命が縮まる。どうしよう、これ倒せないといかん。なんでよ、全然今日ダメじゃん。ふっ、あ、いかん。スペア。よし、これで100超えてるわ。よし、最後だ、最後、ラストラスト。あー、セーフ。あ、
よしよし。よし、これ投げて終わる。最後は綺麗に終わりたいですね。ちょっともう立ち位置最初にします。なんか移動したら変な風になっちゃったもん。最後。曲がれ。よし、綺麗に終わった。ストライク。はい、終わり良ければ全てよし。はい。よく出るこの言葉。はい、124でした。1ゲーム目129でうーんって言っててさらに下回っちゃいましたが、ストライクがなんとなくです。3回出ましたね。オープンフレームがちょっと目立ちます。はい、頑張りました。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。ちょっと全然ダメだったな。最初ね、1ゲーム目がめっちゃ調子良かったから、もしかしてこれ190また狙えるんじゃないかとか思ってたんですけど、全然全然ダメでしたね。はい、これからも高みを目指して頑張ります。今日もご視聴いただきありがとうございます。いいねと思ったらグッドボタン、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。